1月ということでね、飲み会シーズンです。新年会、新入生歓迎会とかいろいろあると思います。もう付き物ですよね。飲んで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 ってやつですね。この見た目で僕らお酒は飲めないんですけど、全く飲めないです。そういう時本当に困ると、だから皆さんにもう急性アルコール中毒などもありますから。そう、本当間違った飲み方するとね、命に関わるし周りにも迷惑かけるし、いいことないんですよ。だから皆さんに楽しくね、飲み会を楽しく楽しんでもらいたいと。そうですね。正しいコールのかけ方およびそのコールをかけられた時にどうやって回避するのか、では実際にちょっとしたお酒で試してみましょう。で、しかもこれをもし飲み切ったとして、ってなった後にごちそうさまが聞こえないってまた始まる。はい、飲んで飲んで。そう、ごちそうさまって絶対言っとくべ。絶対言う。で、ちょっと残すちょい残しちょい残しって言ってもう一杯は飲めるときある。それが本当にさ、もう全部コンボしてくるんですよ。乾杯息からのちょい残しとごちそうさまが聞こえないはもう要注意。もう一個話していい？いじゃあさ、じゃあトイレ行ってくるわって言うじゃん、うん、トイレ行ってくるねって帰ってくるじゃん。トイレ行ってきて帰ってきました。はい、おかえりー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 っていうのもあります。ふざけんなと。飲まなきゃいけない状況になっちゃった時にそれを飲まなくてもいい回避する方法、これを教えたいと思います。はい、乾杯。乾杯キー、乾杯キー、ラパパラパパ、乾杯キー、乾杯キーよ。はいはい。息の身を中毒による死亡のリスクを高めます。僕の家族、恋人、友人、悲しんでも知りません。まあ、いいよ、じゃあ飲まなくて。はい、ごめん。これいいね。素晴らしい。やばい、頭痛くなってきた。タッチ悪いパターンなんですけど、これね、お酒がピッチャーで来ることが、そういう時本当に困るから、そういう時の対処法いきましょう。はい、しまった。何ですか、何ですか。はい、ピッチャー。うぅ、はい、ピッチャー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 。お前バッタバッタバッタ。はい、クキー。うぅこの前だ。いや、僕らの考えるオリジナルコールをね、適当に今。中野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 。まあ、バーベキューマン。中野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 。そんなにビールが好きならばドイツに行って修行しろ。そんなにビール。ブルコギブルコギ。ブルコギブルコギ軟骨ブルコギ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 鶏皮40番を開けろ。いやなあ、飲み足りないな。いや飲み足りないって言ってんだろう。なあ、いや40番を開けろ。前回までプリズムブレイクなあ。いや大好き。ファイヤー、サンダー、アフター、ジャジャ、セパン、アンパン、パンパース。パンパース、ムーニーマン、タンポン。タンポンだよ。で、酔っ払ったあいつ。サランラップを顔に巻くときは空気穴を作りましょう。サランラップを顔に巻くときは空気の穴を作りましょう。気づくないって言ってこう外してこうやみたいなことずっと